かって何？死ぬまでにやりたいことリスト。10年間ずっと片思い。母さんのどこ好きになったの？どん底にいた私を救ってくれたのがカズくんだ。まだ瞳のこと諦めてないの？結婚話どんどん進めちゃえばいいってことですよね。そしたら父には生きる理由ができるってことですよね。プレッシャー？意味わかります？僕が娘さんを不幸にします。お前もう話になんない。残り3ヶ月俺はお前の父親でいたい。如果到了春天，每逢星期六晚上8:40，锁定 JAM。